本日はですね、バンコクからちょっと2時間ぐらいねバスに揺られて地獄寺というところに来ました。タイで B 級スポットとしてね結構有名なのかな。サイトとかで調べると日本語のサイトでもねよく出てくる。結構ねここに来るのは、めんどくさいっちゃめんどくさくて、バンコクの南バスターミナルっていうところまで行くんですよ、まずね。でそこからさらに2時間バスに乗ってようやく着くっていうところですね。ですから果たしてそれだけかけるね価値はあるのかどうか確かめていきたいと思います。さあということでだんだんと歩いてきて中の方に入ってきたんですよ。まず第一のスポット、まだね地獄寺の中に入ったのかどうかなんですけど、見てください、これ端っこから見てください、あの奥までずーっと大仏が並んでます。すごいな。ではあの奥にはね巨大大仏がありますね。ものすごい数、小さいものから大きいものまで数はそれぞれ圧巻ですね。ずらりとこれはご利益がありそうですね。さあこちらがあの巨大な白い大仏の正面になります。でかいでかいんだけど周りに観光客は誰一人としてない。もうちょっとねあの拝みに来てもいいと思うんですよね。でそうしまして出てきました、象がね出てきますよ。まずちょっと見ていきましょうか。ライオンとね虎がちょっといがみ合ってますね。でお隣はちょっと全く何をしてるのかよくわかんないですね。髪を整えてるのかな、本当はあれが鏡で髪を整えてるのかな。これはちょっともう意味がわからない。ちょっと糞をかき集めてる像がありますね。なんだろう、何を意図してるんだろう。岩の上になんかドラム缶みたいのをおっしゃってますね。なるほどね、そういう地獄なのか、ドラム缶を支え続けなきゃいけないっていう地獄で。こっちはいい表情してますねお兄さん、すごいリアリティである表情してる。これはワニとトラに挟まれる地獄だ。こういう風に一つ一つね生き地獄が描かれてるわけですね。ほらこっちはもう夫婦喧嘩だ、夫婦喧嘩で、あっち側にねものすごい数の像が見えるの。多分メインはあっち、ちょっと早速行ってみましょう。メインの地獄寺の入り口にたどり着きました。こちらです、ご覧ください、もう初っ端からインパクト強いですね。それでは早速入ってみたいと思います。あ、ここの中は意外と観光客のお客さんがいる。だけど観光客のお客さんよりねこの地獄像の方が半端ない数ありますね。お坊さんがずっと何かを訴えてるマイクで、ね、マイクパフォーマンスしてる。うわすごいわ。もうどっからねそのいじってけばいいのかわからないぐらいの数の像がいる。これとか舌抜いてるぞ、これはカラスに内臓を食べられてる地獄の置物。これなんかもはや人間じゃないもんね、頭が魚になっちゃってる。でこれもなんかこれはなんかエイリアンみたいな人が映ってる。でちょっと見て、なんかねアトラクションみたいなのがある。あの旗がさ動いてるんだけどなんだろう、多分これ火鍋で焼かれてるみたいなね地獄ですよね。果たして何になってるのか、これは何どうすればいいの。あ、お金を投げ込むのか、この中にコインが落ちてる。ちょっとチープな機械でねずっとくるくる回ってんだ。あー火炙りだけだこれ、悪い顔してるね。こっち側もはやね人が立ってるだけでね手抜き感がすごいんでね、あっちはいろんなこだわって地獄とかねいろいろ描いてたのに、こっち もはや人間が突っ立ってるだけなんで、奥の方はちょっと手抜き感がありますね。でこの音声がねずっと流れてるんだよ。これがどういう意味なんだろう。お坊さんもねずっとマイク持ってね何か言ってんですね、何か訴えかけてんだろうね。こちらはもう全部一緒。さあということで皆さんいかがでしたでしょうか。タイの地獄寺、
僕の感想としては皆さんにお伝えしたいことが一つ、間違っても大学の卒業旅行とかで、あ、じゃあタイに行くか、地獄寺もついでに行こうとか言ってきちゃダメですその卒業旅行だから絶対来ないようにしてくださいね。もうここは本当タイに何度も来てて、もう一通りの主要スポットは巡ったっていう、そういう方はいいかもしれないですけどね、初めてのタイとかで、ね、ここに来たらね、ちょっとそれはって感じになりますからね。本当 B 級スポット、変化球としてね、タイを熱心に知り尽くした人はいいかもしれないです、ね、ということでまたね、なんか面白いスポットあったら動画にしてまとめたいと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。